サルーキは狩猟犬の一犬種。飼育犬中でおそらく最も古い犬種として知られ、純血種としてその歴史はおよそ7000年遡ることができる。イラクの古代遺跡であるテッペが裏に残る彫刻のサルーキが最も古い記録とされている。サイエンス誌の2004年5月21日号に DNA 鑑定の結果サルーキが最も早く、 狼から分かれた犬種の一つであると確認されたという論文が掲載された。容姿の美しさ、スピード、忍耐力において広く称賛され、サハラ砂漠からカスピ海まで数千年の間砂漠の遊牧民と共に中東全域を旅した歴史がある。その結果様々な色の紐を持ったサルーキが中東全域で見られることとなった。外観は、 アフリカ原産のアザワクやモロッコ原産のスルーギに似ておりエジプトオオケの犬として知られていた。スルーギが独立犬種として公認されるまではイギリスやヨーロッパ諸国ではスルーギと交配されることが普通に行われていた。サルーギは美しさとスピードを追求して改良繁殖されたサイトハウンドとして知られる。 全員検出中最速であると一般的に思われているグレーハウンドが時速 72km であるのに対しサルーキはさらに速く時速 77km の最高速度で走ることができると言われているグレーハウンドのドッグレースで使用する電動ネズミにサルーキが関心を示さないこともあって実際に競争させるのは困難なためサルーキの方が速いということが 証明されているわけではない。しかしながら、本犬種がもともと時速 70km 以上で走る、ガゼルを狩る目的に使われたことから、この意見は、正しいと言えるかもしれない。不思議スタンダードより、抜粋症薬スムース、フェザード全体的にるびで、バランスが取れてより、優れた身体能力を感じさせる。サルーキは、サイトハウンドに分類され、 それは獲物を発見、追跡し、捕らえて、飼い主のところに運んできたり、見張りを行う能力があることを意味する。非常に狩猟に有能であるという外観をしている。サルーキが狩猟をしている時に見られる強い狩猟欲求、獲物を駆り立てる、本能、集中力はとても印象的なものであるが、その一方で、ドッグショーの場では、そのような印象は与えることはない。 サルーキは遺伝子にスムースとフェザードの2種類の紐毛タイプを有する。スムースは身体全体を覆い耳、背中、足、尾はフェザードである。フェザードの長さや密度には個体差があるが小ドッグとしてもペナルティの対象にはならない。フェザードがない個体も認められている。優れたサルーキは狩猟犬としての能力を保ってはいるが、その外見上は 全く異なって見えるかもしれない。学習能力は高いが単純な反復訓練には飽きやすいため、トレーニングには短時間に様々なバラエティを取り入れる必要がある。敏感かつ知的であり、力ずくあるいは手荒く訓練してはならない。サルーキには定期的な訓練が必要であるが屋内でも静かに訓練することが可能である。普段はおとなしく理由もなく、 吠えたりすることはないが、不満を感じたとき、長い間飼育者やその家族と離れていたときなどには、震えるような高音で歌う。この歌は、家族の絆を求めるときに使われるものであり、訓練次第で歌を教えることができる。サルーキは子供とも良い関係を築きその守護者となることもできるが、飼育者はこの犬種が物静かな時間を必要とする。 ことを理解しなければならない。全米獣医師学会によれば、散歩の際にリードが必須とされている。サルーキの歴史は7000年にわたる古代遺産とも言えるようなサイトハウンドで、強い狩猟本能を持っているためである。しかしながらこのことは、他の小型犬、猫などの小さなペットと共に過ごせないということを意味しているわけではない。よく訓練され、恩和なサルーキは、 様々なペットと共に家族として暮らすことができる。また、サルーキは跳躍力に優れているため、アメリカのサルーキのクラブであるザ・サルーキ・クラブ・オブ・アメリカでは少なくとも1.5メートル以上のフェンスで庭を囲むことを推奨している。サルーキは非常に眼見な犬種である。気をつけなければならないことは非常に体が細いため麻酔薬に対して敏感なこと。 くらいである古代エジプトの遺跡のレリーフ、サルーキという名前は古代アラビアの都市である、サルクから来ており、群れで狩りをする俊敏な狩猟犬として使役されてきた歴史を持つ。獲物の居場所を突き止める役割の早房と共に狩りを行うこともあった。古代に埋葬されたサルーキを紀元前2100年頃のエジプトの墳墓で見ることができる。この犬は、 非常に尊重されていたため、ファラオのようにミイラにされることさえあった。他にも多くのサルーキが、ナイル・ハワカミ流域の古代墳墓から発見されている。イスラム教において、犬はしばしば不浄な生物とみなされるが、サルーキは、人々の必要と喜びのために神が授けた、贈り物であるとして、特別な扱いを受ける。ベドウィンは、 その美しさと狩猟犬としての能力を落とさないように大切に飼育繁殖をしている。日中の暑さや夜の寒さを避けるために飼い主と共にテントで眠ることさえある。サルーキが最初にイギリスに持ち込まれたのは1840年のことである。しかし、1895年に初代アマースト男爵の娘、フロレンス・アマーストが トランスヨルダンのアブドゥルラー王子の犬舎から最初のアラビアサルーキを輸入するまで注目されなかった。当時アブドゥルラーが飼育していたサルーキはシリアのクルド人居住地域に起源があったと考えられている。アメリカにおいてはサルーキはバセンジーやポデンコポルトゥゲスなどの希少犬種と同じように少数ながら純血種としての繁殖が行われていた。 現在アメリカ国内で見られるサルーキは100年ほど前に少数導入された犬の子孫であり、慎重に近親交配が繰り返されてきた。しかしながら近親交配とはいえ、最初期にアメリカに輸入されたサルーキは広大な地域の中東全域各地を起源とするもので、狭く限られた地域が起源である他の純血主権とは異なる。サルーキは、 純血犬種の中でも大きな遺伝子プールを持っていると言える。近年アメリカンケネルクラブでは DNA ベースをより広めることを目的に資格を持った検査官の検査を受けたサルーキを登録することとしている。ありがとうございます。